吉宗評判記暴れん坊将軍。正月も七草が終わったというのに、まだ年始の客の出入り激しいこの屋敷、勘定奉行川尻丹後の住まいである。年頭のご挨拶までにどうぞお納めを、ちなみに勘定奉行とは序列こそ町奉行の下だが、今で言えば大蔵、通産、運輸、農林の四つの大臣を兼ねるほどの要職であった。都会屋、今日はどんな無理を言いに参った。まあまあ、その前にお奉行様に。珍しいもの。どうぞ。これは三号。はは、見事じゃのう、お奉行様。海の向こうにはそのような三号をはじめ、別光ギアマン、キャラ、ジャコ、まだまだお気に召すものがいくらでも。うん。それで、お船改めにちと手心を加えていただければ、それらがやすやすと運んでこられるんでございますが。こやつ、抜けに読み逃せと申すか。いかがなものでございましょう。旦那、大屋白身の上物をごっそり奪い上げ、まだその上に裸なまでた、あんまり顎が過ぎますぜ。御用だ。二言目には御用御用とおっしゃるが、一体どなたの御用でござんする。何、ウォトラしっかり負けるんじゃねえぞ。久保様がイワシ屋様を召し上がるのかと言ってやれ。どいつだ、出ろ。おお、出てやら。おのれ、今何とるかした。久保様がこんな魚をお召し上がりになりますんでと申し上げたんでさ。で、お城の御用だと言ってかっさらったイワシやサンマは一体どこへ行っちまったんだろうな。信州あたりの山国じゃサンマを祭り魚というぐらい珍重してやすからね。じゃあそっちへ行くの話。そっちなんだけどさ、納屋役人といえばお役人の中でも下っ端の方だろ。それがどうしてそんな大それたことできるのさ。さあ、それですよ。大きな声じゃ言えねえが、魚河岸や魚屋仲間じゃそれをやらしてる親玉、勘定奉行にちぎえねえと。そこまで分かってんだったら、恐れながらと訴えればなんとかなるんじゃないのか。と思うだろうな、おかみさん。そいつがダメなんだよ。どうしてさ。勘定奉行の川尻丹後ってのはそんな生やさしい相手じゃねえんですよ。捕まえたと思ったらスルリと逃げる、つかみどころねえ野郎でしてね。最後にはトカゲの尻尾でも切って
うやむやのなし崩しってなことになるのがオチなんですよ。いまいましいね、まったく。新さん、あんたもお旗本の端くれだろ。なんとかならないのかね。無理よ、そんなこと新さんに言ったって。新さん、気にしなくてもいいのよ。お姉ちゃんたらすぐ新さんに八つ当たりするんだから。ほう、彼らはそのようなことを。人をもって言わしめる天の声、俺は耳が痛かったぞ。それでどうなさいますか。そちの思案を聞こうと思ってな。仰せのごとく丹後の非道は人に江戸市民の知るところ、その非難や恨みの声は私の耳にも届いております。でこの際厳然たる処罰をいたさねば、お上の威信にも関わるかと思われますか。とは申せ、仮にも相手は三河以来の家柄で、父祖の七光りながら長らく勘定奉行の要職を務めてきたもの、確かな証拠証人のない限り軽々しく処分はなるまいかと心得ますが。忠相、そちは日々人を裁き罰する自分の務めを時には疎ましく思うだろうな。いいえ、一度も。本当か。裁くは大岡ではなく、罰するは忠相でもない。ただこれ天に代わり世に代わってとさよう心得ておりますので。天に代わり世に代わりか。よし、俺もそれで行ってみよう。これはどうした。このところよからぬ噂がもっぱらの勘定奉行川尻丹後を何とかせえとの訴えでござる。ほうほうほうではござらん。訴えの主は火消し恵みの辰五郎方、徳田新之助とござりまするわ。ほうほう、それは何とかせねばいかんな。新年早々またこのようないたずらを。いたずらではないぞ、じい。何とおせある。老中支配勘定奉行の非汚職を究明しろと俺が直々に口火を切れば、拉致は早い代わりに影響するところも大きい。徳田新之助のそれなる訴えはその辺のところを思案してのことだと思うが。なるほど、じい。今年も相変わらず貧乏旗本の三男坊に手を焼きそうだな。ほどほどに願いまするぞ。眠というお花が穂に出て現れた。久しぶりに聞いたのはそなたの歌をさ。はい、すみません。さ、なかなかいいの。んそんなにいい。あ、もっと聞きたい。うん、そりゃ聞かせてあげますよ、いくらでも。そうかそうか、よしよし。明日も明後日もし明後日も。いやいや、それがな。明日はお高さん、明後日はさつきだよって言うんでしょ。もう憎らしいったら私の。おい、ほら、よせったら。いいわ、その代わりこの間のサンゴ、あれ私いただいておきますからね。おいおい、ちょっとそれ困るんだ。どうして。いや、あれはな、そのよそへ。なんですって。いやいや、あれはな、その老中の稲葉様に差し上げることになってんだ。だから、いやいや、本当だって。本当なんじゃ。だから、あなきゃ頼む。いや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 、もう。どうも。これは無礼者。ここの人はいかんと言ったのに。あら、なんという武士が。いらっしゃい。私も来たくはございません。
何？ただいま、お屋敷の方へ稲葉様が、ご老人がお忍びにて。参られたのか？は、火急の用あり、即刻呼んで参るとそのように。そうか。おり、と、入るぞ、支度をしてくれ。うん。おり。そんな下手な芝居しなくたって、お高んとこ行きたければ行きたいって言えばいいんですよ。なんですよ、バカバカしい。バカ、バカバカ。今そんな場合ではないんだ、さあ、急ぐぞ。どうぞ、ご勝手に。おり、頼むよ、頼む。ね、お願い。バン！そんな場合か。はあ。これを見。徳田新之助。これは。その方の非行を訴える目安箱の訴状じゃ。あの加納の親父がどんな風の吹き回しか上様には内密でと一役わしのところへ持ってきてくれたからよかったものの、でなければその方ばかりかわしのところまで類が及ぶところであったわ。まことにどうも。金金何事もほどほどにせいと、あれほど固く申し聞かせてあったに。いや、私は別に後ろ暗いところは。やめ！わしにまで嘘をつくつもりか。たかが小旗本の分際で。かかる豪壮な本宅別宅を構えての贅沢三昧。吉原、深川、新橋と日夜を分かたぬ大臣遊び。町中に置いておる目掛けの数も三人や四人ではなかろう。そんな風じゃから、勘定奉行はよっぽど得な商売だと八百八町から商売にされるんじゃ、たわけ者めが。それで、どうすればよろしゅうございましょうか。それはどうとも、その方が考えることじゃが。まず、め組の辰五郎方におるというその訴状の主。徳田新之助だけは何とかせねばなるまいの。やりますんで。いちいちわしに聞かずとも己で考えろと言っておるのはわからんのか。考えます、考えます。知れないよ。よ。あら、いらっしゃい。みんな揃ってどうしたんだ。ねえ、新さんに聞いてみたら。俺に何を。実はな、例の勘定奉行の川尻丹後、歓迎りゃ歓迎るほどあのままにしといたんじゃ虫が収まらねえ。なんかやっつけるではねえかと思って、みんなでこうしていろいろ歓迎とあげく。いい手があったのか。ねえ。なんだ。まあ聞きなよ。俺たちじゃどうしもねえが、あの加納のじいさんじゃなんとかなるんじゃないか。あの親父に。あ、いや、ダメダメ、頼りにならん、あんなじ。いや、おめえは知らねえだろうがな、ほら、いつだったっけ、旗本と大名の間で今にも戦を始まった時があったのは。おお、あの時のあのじいさん、ほら、大したもんだったぜ。おお、槍を小分けに馬にまたかれ、はいよー、どけどけどけってきたもんだ。このバカ者どもが、でよ、じったまに怒鳴られて旗本どもが震え上がったで。それなら私もうちの人から聞いたことあるよ。普段は枯れ木みたいで危なっかしいけど、いざとなったら大したもんだって。昔の人はやっぱり吸い殻入りだってさ。そうですよ、あのじいさんなら大丈夫、きっとやってくれますよ。まあちょっと年を食ってんのがたまに傷だが、まだ侍らしい侍が残っていたんだな。買いかぶりのいいところだ。そんなのみんなハッタリだ。それはお前たちが話しに行けばよし引き受けたと言うかもしれんが、それもハッタリ。まあ風呂屋の釜で言うばっかり。いやっ、いやっ、風邪ひいたかな。お使いをいただき早速まかり出ましてございます。で、御前、何か急な御用でも。いや、他でもないがの、今後わしの関わる工事一切の人足をその方の一手に任せてやろうと思っての。あっしの一手に。本当でございますか。うん、ありがとうございます。そこで早速
一働きしてもらいたいんだが、少々手洗い仕事での。へえ、どんな荒っぺい仕事でも喜んで。坊主殿、そろそろその金の音に誘われて、とんだ化け物が飛び出す時分だな。出ろ。川尻丹後、愚かな奴だ。雲の花にも散り時があるであろうに、それすらわきまえおらぬとは。何？目安箱に徳田新之助の第二の訴状が。過日ボートに襲われて命を落としかけたそのいきさつを、これでよいのかと訴え出てござる。されば目安箱に端を発して市中に騒動が起こる。となれば町奉行としても捨ておけませぬが。まあ待て、ご老体、その訴状上様には。お見せしてよろしいかな。ご老体。分かっておる。いや、まあ、いいも悪いも即刻お見せしなければならんのじゃが、そうすると最初の訴状はどうなったとなる。それはご老中が握りつぶされたようでとも言えず、いやわしもつらいところでな。腹を切るか。いつ何時加納の親父の口から上様のお耳に入るやもしれん。おまけに大岡越前が乗り年をおったからには、今後そちの一挙一動に町方一同の目が光ることになる。それもこれも徳田新之助を消そうとして消し損ねたそちの浅はかさが元だぞ。しかし、あれは子孫じましとは面目次第もございませんが、そもそもやれとおっしゃったのはあなた様で。黙れ。わしは考える、自分でよく考えろと言っただけだ。そうであろうが。とにかくこうなってはもうわしにもかばいきれん。もはや逃れる術はないと観念せい。どう観念いたしますので。謹慎ぐらいでことは済むまい。やむをえん、隠居を願い出ろ。そんな身から出たサビだ。めめしいことは言うまいぞ。腹を切るよりはマシであろうが。そうせい、しこたまため込んだ挙句じゃ隠居したからとてどうということはなかろう。それにこっちからやめるとなれば多少のお咎めはお咎めでした。長年金属の角により修正月々150両、年にして1800両のお手当が下し置かれる定めじゃ。なるほど、さようでござりますな。ただし、こ
これ以上ボロを出しては元も子もなくなると思え。さっきも申したと、町方一同の目が光っておる。当分ひたすら謹慎自調整。女のうちへ足を向けることも、また寄せつけることも相ならんぞ。一人だけなら頼め。というわけで当分行きたくも行けん次第ではいなった。そなたも寂しかろうが、わしもつらいのじゃ。察してたもらい。なお、もしかすると役人が調べに行くかもしれんが、言うて良いこと悪いことをとくと思案して、うまくさばいてたもれ。いましたね。おお、ほら良いところへ。さあさあ、お前は何も超えておったかな。待ってくださいよ、今日はご家に来たじゃねえんですよ。おう、とっつぁん。とっつぁん、とっつぁんでもおじい様でも親父でもいいが、あの方は一体どうなってるんですよ。あの方とは川尻丹後ですよ。まだ島流しになったとも切腹したとも聞かねえじゃありませんか。おうおう、あいつなら昨日太田がピンピンしとったぞ。ピンピン、ピンピンしてちゃいけねえんじゃありませんか。てんだ、何が起こっとるんじゃ。怒りますよ。え、あの新さんがあんなじいは頼りにならねえ、言っても無駄だっての。いや、そんなはずはねえ、そんなお人じゃねえだろうと、あっしらがこうやってきたん時、あんたなんて言ったんだよ。よし、引き受けた、丹後は必ずやっつくよ。あんたそう言ったじゃねえかよ。だからあっしら、しめた、これで片付く、明日にでもやっつけてくださるだろうと喜んでたんだ。それが何だと、ピンピンしとっただと。どうなってるんですよ。え、何をもたもたしてるんですよ。今度ばかりはうやむやに済まそったってそうはいかねえ。親父聞いてんのかい。ん、ああ、聞いとる聞いとる。源蔵、ダメだこりゃ。新さんの言う通り、手の突っ張りにもならねえよ。お、消えろ。まったくだよ。くそじ。じい、散々だったな。笑いもってはござらん。クソじじいとか、手の突っ張りにもならんとか、ひどいとこ。本来ならば、ブレ打ちに出すところでござる。まあ、そう怒るな。加納様。その、何事だ。川尻様が、ご老中、稲葉大和の神様宛てに、隠居願いを差し出されました。何、丹後が隠居願いを。大和の入れ知恵だな。本日は加納様のご登場なき日なれば、誠に好都合と、お二人でそのようなことを話しておられました。汚いやつ、まるで秋すぎらじゃ。上様、いかが遊ばせます。今度ばかりは見逃すわけにはいかん。今度こそ、それは一人龍子だけでなく、言うと言わぬとにかかわらず庶民すべての憤りであり、また願いでもあった。まともに働く人々や正直者がバカを見る、そんな世間であってはならないのだ。今度こそ不徹底不明朗のうちに事が立ち消えになるようであってはならぬ。川尻の身辺を徹底的に探れ、動かぬ証拠、確かな証人を見つけ出せと吉宗の命を受けたお園と半蔵は、昼夜を分かたず必死の隠密行を続けていた。そしてある日、意外なところから意外な情報が。川尻丹後のお妾さんだって。私の知ってるのはその人ともう一人、日本橋のお高さんって人、その二人だけですけどね。その二人もあっちこっちにも。ね、もうさ、髪の毛なんかどうでもいいからさ、あの、その話、ね、お杉さん、もっと詳しく聞かせておくれよ。何かの間違いじゃないのかね。うちに来てもらってた亀井さんは神田のお杉さんでございましょ。お杉さんと私はね、実はあの兄弟同様の仲でございましてね。ちょっと失礼します。あの人、ここのとこね、あばや歩くとちょっと伏せてるんですよ。で、先だっても様子を見に行きましたらね、あ、
その折たまたまこちらの話が出ましてね、どうしたことかしばらくお呼びが途絶えているけども、それに自分もこんな手たらくで、まあ、愛すまないと思いながらもついついご無沙汰しちまって、どうしてらっしゃるか、あのおさえちゃん、あのおさえって言うんです私、おさえちゃん、まあ、ついででもあったらね、あのご機嫌伺いをしてきてくれないか、この通りだよ頼んだよと、もうそりゃ泣かんばかりでございしてね。そこのやつ本当にいいのかい、お門違いじゃないんだね。任しとくなさい、日本橋ピカイチおたか姉さん、間違いだったって間違いこねえんだ。うって、どうして私だと知って立って引いておくれだい。いや姉さんが気の毒で俺は悔しいんだよ。え、そうじゃございませんか、日本橋といやおいら魚屋の島だ、その地元の姉さんが元はやぐらの檻なんてに割を食ってやさるって黙ってみちゃいけねえんだ。おら、なんだって檻がどうしたって。え、ご存じなかったんで。いや、川地の御前も御前だ、ひでえじゃねえかい。姉さん一人につれえ思いをさしといて、ご自分がお凛を呼び寄したり、新橋の千鳥に通ったりだ。ほ、本当かい。ええ。ねえ、本当なのかい。悔しい。あらららららら、ねえ、悔しい。悔しい。あの卵のやつ、もっと見せてくれ、お腹立ちでございましょう。そうでしたも、他人の私ですら気の根気が起こるような話でございますからね。ひどい、旦那様もひどすぎます。私さっきまではこんなむごいことお耳に入れないでおこうと、この子にも決して口を滑らすんじゃないよってそう言ってたんですよ。そうだね、おまし。ええ、言ってました言ってました。でも何もご存じないこちら様のあまり今置いた明日についつい。あの、どこ行った、決まってるじゃないか、怒鳴り込んでやるんだよ。いけません、そんなことなっちゃ旦那様が死っちゃいないよ、あの悪女者。おお、どうなるってんだな。ああ、なんて奥様。あああやりたいことがあるんだよ。お前らだけ、ああ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 れはおりん。そういう見なせ、敵が毎日愛してお呼びなんですって。おじり単語。はあ、その方大岡越前以下が申し立てたごとき在下は元御に覚えはないが、重き役職にある者としてさような疑いを持たれただけですでに不徳の極み。よって勘定奉行の職を辞し、さらに隠居を願い出たとこのようであったな。はは、武士としてはさもあろう、近頃神妙、潔いことじゃ。ええ、抜け抜けと、同じ穴のムジナメが。じい、まだ黙って聞け。越前、どうじゃ。なおも申すことがあれば。ございます。先ほどよりの我らが申し状は概ねお取り上げなく、この上はなおよく諸藩の事情を確かめました上で、上様のご裁断を仰ぐべきかと心得ます。もう何も確かめることもないと思うが、まずはそれはそれとして、お一度川尻丹後勘定奉行を辞めるについてはご法通り、月150両の手当当月分からでも出してやらねばなるまいが、この身いかがでござるかの。何言わしておけば。ちょっと耳を貸せ。ご一同
田か大かいずれでござる。田でござる。されば。あいや、しばらく。越前殿、それは出しておやりなされ。いや、出さねばなりますまいて。ところで五郎十、まあ、あの丹後がこれから先何年生きられるかは分かり申さんが、その間中毎月毎月150両というのは、まあ、出す方も面倒なら、もらう方ももう一つありがたみが薄い。いっそのことをまとめて出してやったらいかがでござる。それは明暗じゃが、してどのよ。まあ、されば月に150両、年にして1800両、これをざっと15年分から20年分の間と見積もって、一時金3万両なら人でござる。まあ、それでよければ上様のお許しを願うて死んでるが、丹後どうじゃな。これならば稲屋はあるまいが。はあ、はあ、それはもう。おみな、とんでもねえことになったぞ。どうしたの。おっと、ちょっと、3万両だって。腹も切らねえ、島流しにもならねえ。それどころか3万両もらってのんき人形しやがるってのかい。源さん、それほっとかい。間違いないんだね。ええ、ホクホクして籠に乗ってきやがるところ、この目で見てきやした。ふざけやがって。あのジジイ、ただおかねえぞ。無駄だよ、今寄ってきたかな。あのクソジジイ、留守だったで。風を食らって逃げやがったな。あ、そういや、この2、3日信仰ないつかねえな。だからよ、三品なんて信用できねえってんだ。まったく、あんな邪魔めでさしといて悔しいじゃないか。お姉ちゃん、なんだよ、いいかい、私はね、頭やおまっちゃんがなんつったって、新さんに二度と二人でうちの資金まとわせないからね。三万両、運び出してございます。うん、丹後、改め。いえ、それには及びません。確かに三万両。ではお受けしよう。受け取りをこれ。ん、ああ、なるほどなるほど。丹後、これでこの三万両はしかとそなたのものになったというわけじゃの。ありがたき幸せ。さあ、幸せかどうかはまだわからんがの。は一度上様のおなりでござる。忠助、許す。始め。上意をもってこれよりこのところを評定の場となし、川尻丹後を吟味つかまつる。川尻丹後、つかつかい。はあ、その方、かねてよりの悪事の数々、お取り調べ中のところ、その罪状明白となりたるをもって、ここに家禄2000石を30石となし、資材没収の上、修正交付財番を申し付けるものなり。え、越前、証拠は。証人を。出ませい。まさかあのこと。あのことってなんだ。
ああ、深川の材木問屋とグルになって日光様の材木を横直ししたことかい。私も言っちまったよ。おかみの土地をごまかしたこと、米や魚をしこたま買い占めて儲けたこと、三ツ矢金堂を脅して上前を跳ねたこと、何もかも洗いざらいね。今さら慌てることはないだろう。さんざん甘い汁吸ってさ、もううまい話はないだろうか。今度は偽金でも作ろうかって言ってたわるじゃないか。包丁に渡ったらあたりをしようね。おりん、おたか、よくはみんなでござる。出たみんな出たらでござる。一緒に証拠固めもせずに、この女たちをこの場に引き出す越前と思いうるか。例えばその方が、官職を都会屋から手に入れ、誰やらに貢ぐ約定だったという。この三号はどうじゃ。おり、たか、下がってよい。なお、この三万両は没収と相なる。早々にご金蔵に戻しますよ。これは長年勤めたお手当金、たとえお咎めを受けようとも、これは私のもの。ご老中、さようでございましたな。ご老中、さようでございましたな。これを、うろたえるな。お手当金はすでにその方に下げ渡したもの、お受け証を持って受け取ったからにはその方の資材よって没収するのだ。いや、丹後、悪い悪い、いや悪いことをいたしたの。わしが一度にまとめてなどと言わず、月々いただくことにしたら、せめてそれだけでも助かったものを。いやいや、間の悪い時はこんなもんじゃの。罠じゃ、出てんじゃ、ひどい、ひどすぎる。黙れ。非道下道の権化のごとき己が何を申す。聞けたんご、その方、片時でもいい、正しく働き、しかも貧しく暮らす庶民の身の上を思ったことがあるか。はは、今罪を得て貧窮の身とな。貧窮とはどういうことか、貧乏とはいかなるものか、身にしみてよく味わうがよい。味わって己の罪の深さを知れ。ヤマト、はその方、仮にも幕閣筆頭の老中、余が何も言わずとも我が身の振り方はわきまえておるな。これがわしのありったけじゃ。御前にこんなものを頂戴するようなことになろうとはね。林蔵、やってくるな。よし、やっつけやしょう。御前がそんなことになっちまったんじゃ、どうせこっちとらもただじゃ済みますめ。御用風の覆面に破れかぶれの大暴れだ。うまくいきゃ江戸市中取り締まり不行き届きとやらで、越前めの首が飛びますぜ。御前、まずはどいつからやるんです。加納五郎だと。お前が潜んでた徳田新之助じゃ。おいな、あの橋渡ったら構わねえから手当たり次第に火つけて回るんだ。
いいな。あれは。ああ、三品。邪魔だ。どいてもらおう。せっかくだが、この橋ただでは通さぬ。誰だてめえは。俺だよ坊主。忘れたか、民房旗本の三男坊徳田新之助だ。親分、こいつだ。そうかい、こいつは手間が省けたぜ。おみんな、やれ、ぶてけ。丹後、あなたは命ながらえ年を重ねれば顧みて我が日を悟り悔い改める折もあろう。命だけは助けて取らそうと思いおったに。忠相、この池の水も年ごとに変えているからこのように澄んでおるが、もし5年10年手入れもせずに放っておけば水は濁りに濁り果ては泥沼となってしまうでしょうな。吉宗が勘定奉行の一人制をやめ、勝手方二名、くじ方二名の四人制となし、それぞれ一年ごとに交代し合うことと定めたのは、この年享保七年のことであった。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。待て、逃がすな。源三郎様、源三郎様、坊や、坊や。おめえ名前なんてんだ。骨吉ってんだ。
年はいくつだ。八つ。そんな浪人がいるのか。ああ、名前がふってるんだ。ステジロ、浮世ステジロのネタ。お、どうだか。姫よ、姫の浪人じゃ。姫様、大丈夫、お気を確かに。これを見てくれ。次回、おっかあなんかいらねえや。どうぞご期待ください。